一応生徒から頼まれたこの6番いきますね。これちょっと枯れた生徒の字なんで、気にしないように。私の字じゃありません。1から4の日本文の意味になるように、それぞれ括弧内の語句を並べ替えて英文を完成させなさいと。で、並べた語句の頭は、順番に言います。経済が上向き始めるにはもう1年かかるかもしれないと。これなんでクッドがあるかっていうと、クッドはできるって意味じゃなくて、過去形にするとできたじゃなくて、ひょっとしてこれこれだろうに、なんなんかもしれないだろうにぐらいな感じ、だ仮定法っぽい感じね。だからかもしれないに当たるのはこのクッドです。あとは中小サムインプルブ、これは改善とか向上ですね。 Another year starts be the company before か。はい、じゃあ before があるから、before の後に説が言いますね。ということは、It could be another year を頭に持ってきましょうか。ちょっと、これ、この1番にか、A に関してはもう口で言います。It could be another year。だから、もう1年になるだろうにと。で、before 持ってきてください。before。で、before の後に主語動詞だから、The economy starts to show some improvement にすれば、もう一回言いますよ。It could be another year before the economy starts to show some improvement にすれば、経済が少しのインプルーブメントを、示し始める前にもう一年であるだろうに、もう一年あり得るだろうにぐらいな感じね。 It could be another year から書けばね。それは回答です。2番、クレイグ・ホフマンは頭部を殴打されたことによる脳の損傷で死亡したと。クレイグ・ホフマン。で、これインジャリーズありますね。で、ダイドがあると。ということは、もうドミノのダイドです。ダイフロムでいきましょう。ダイフロム怪我。ということは、ダイドフロム、どんな怪我かっていうと、ブレインインジャリーズか。ブレインインジャリーズ。脳の怪我ね。で、コーズドバイブローズトゥダヘッドでいくか。コーズドバイブローズトゥダヘッド。これちょっと2番難しかったな。かな、クレイグ・ホフマン died from the brain injuries で caused by blows to the head ね。そうすれば全部使いますね。はい、3番、これ、たくさんのファンがその俳優が楽屋から出てきた来るのを心待ちにしていたと。 A lot of fans で選択肢見ると forward だから look forward to ですね。いいね。それに進行形すればいいと。で、ドレッシングルームが楽屋ね。ということは、A lot of fans were looking forward to the actor coming out of his dressing room か。ということは、意味上、カミングアウトの意味上の主語の the actor を入れてください。もう一回言います。A lot of fans were looking forward to the actor coming out of his dressing room ね。ing の意味上の主語の the actor を入れてください。で、4番。何千という学生がこの大学で必要な授業を受けられないでいると。カリフォルニア州はコミュニティカレッジ制度の予算を大幅にカットしたのだと。はい。そしたら、thousand、これ何千ものって意味です。ということは、thousands of students でいいですね。students で、受け身の進行形すればいいか。だから、thousands of students are being denied。否定されている。ということは、拒まれているということね。で、何をかというと、access、だから denied の後に access to the classes they need か。それでいいんか。もう一回言うと。Thousands of students are being denied access とか。あ、ごめんなさい。denied access か。にすればいいか。denied access ね。denied access to the classes they need and discouraged. The state of California has dramatically cut the community college system budget. にすればいいかな。はい。じゃあ、それで完成です。じゃあ、今度こっち行きましょう。じゃあ、これはもうちょっと書きますね。B 問題と。下線部のみ、のみ。じゃあ、5年ぶりに彼に会ったが、初めは彼だと分からなかった。こういう場合の分かるは、recognize にするんですね。recognize。ということは、I saw him、ちょ、どうしようか。マジか。ペンで書こうか。ペンで書こうか。I saw him、5年間で初めて会ったにすればいいか。この5年ぶりにって言い方は、for the first time、for the first time、次、4でもいいと思うんだけども、普通はいいんですね。in 5 years。この言い方ね。まあ別に4、5 years でも大丈夫だ、丸だと思います。要は5年の中で初めて彼に会ったと。これは5年ぶりにって言い方ね。
あと、まあ、After five years absence って確かにそういう言い方もあるかな。熟語帳とかにはよく書いてますね。After、この前の five years っていうのは複数だから、このアポストロフィは S の右側から打ってくださいね。After five years absence。まあ、absence ってまあ欠席とか不在。まあ、それでいけるかな。After five years absence でも OK と。じゃあ、I saw him for the first time in five years。その後、ね、が、but でも、まあ、これコンマで、and でも but でもどっちでもいいと思います。and。で、これ分かるというのは recognize ですね。I didn't recognize him。recognize him。で、初めは、当初は at first ね。これでいいかな。これで完璧です。だからこの場合、彼を見て初めて彼だと分かったっていう意味の分かるわけ、レコグナイズね。次。交通渋滞のせいで私たちは時間通りに、これはオンタイムね。インタイムは間に合ってたから。じゃ空港に到着できなかった。で、プリベント使っているから、プリベント、人を from ing 構文ですね。A traffic jam prevented us. で、from。まあ、この from はよく省略されるときあるけど、この from はね。prevent 人 ing のときもあります。ただし、普通はまあ prevent 人 from ing ね。じゃ from arriving at、もしくは getting to でもいいか。arriving at the airport ね。で、時間通りにで on time と。これでいいかな。はい。で、次。はい。で、次いきます。今度、最後の C 問題。これが映るかな。はい。ちょっとバーって読んでください。このとこね。ちなみにね、上の部分で結構大事なのが、外科医、サージャンってですね。よく、サージカルアタックとか言って、外科的な攻撃とかいう、軍事的によくテレビで使う人いますけども、サージャンね。内科医がフィジシャン。あと、大学の教師が、まあ、プロフェッサーですね。名探偵、まあ、探偵は下にあるから、ディテクティブ。これは首都官の時に。患者は、まあ、これね、ペーシャントね。で、外見っていうのはアピアレンスですね。病状、症状はシンプトムでいいか。まあ、そういったのも、まあ、問われる時あるけど、まあ、今回は、この下線部だけです。このことを何度も目の当たりにし、これ目撃したってことですね。目撃し、何度も、メニータイムズね。で、深い感銘を受けた若かりしコナン・ドイルはと。で、その教師への尊敬の念から、尊敬の念って熟語ですね。out of respect っていう熟語ですね。out of respect。で、後に世界で最も有名な探偵を生み出したのだと。ということは、ヤング・コナン・ドイルからいきましょうか。まあ、あはいらない。あつけちゃうと、あるなんなんみたいになっちゃうから、ヤング・コナン・ドイルからいきましょうか。じゃあ、ヤング・コナン・ドイル。で、コナン・ドイルも書いてあるか。コナン・ドイル。こうね。コナン・ドイルは書いてくれてます。コナン・ドイルで、固有名詞だから、コンマつけて、風ね。で、who witness to、これ過去形ね、witness、まあこれは分子構文でもよかった。witness to、このことをだから this か。で、many times、もしくは again and again と。まあ many times でいこうか。many times。and、深い感銘を受けたと。was、impressed、もしくは moved でもいいか。impressed。deeply ね。was deeply impressed? まあどうせ見るか。まあこっち入れようか。deeply。深くってやつね。deeply impressed。で、ここでいいか。で、探偵を生み出したと。生み出すっていうのは、普通の製造するじゃなくて、よくクリエイティブとか日本語で言いますね。クリエイトね。で、これがクリエイティブ。で、誰を生み出したかっていうと、the most famous か。the most famous detective ね。ディテクティブは書けないといけない。ディテクティブ in the world。世界で最も有名な探偵と。in the world。で、その後に、尊敬の念からと。out of respect でも熟語なんで、もしくはまあ何々のために、because of 書いてもいいですよ、ここにね。because of 何々のためにと。それでも分からなかったらもう、because of respect で十分。で、誰に対するかというと、out of respect for、the teacher か。その教師ね。これで正解です。いいかな、そこまで。
はい、じゃあちょっと映りが悪かったかな。はい、じゃあ以上になります。じゃあ10秒ほどして消しますね。